これさすがにさすがにさすがにこれないんじゃんって、この城の時期とか。高田さんちょっとへさきから投げてみましょうよ。おはようございます、釣り子 TV です。東京1時半に出発して現在朝の7時24分、見てください、琵琶湖に到着です。ダダーン。去年2月にね、初めてチャレンジして4日間ノーバイト、ノーフィッシュを食らい、ただ一緒に行ったですね、フープのマスター原さんはね、60アップをね、ガシッと釣り上げ、もう一回やりたいということで、去年はね、2月だったから、俺ね、下手くそなんでちょっとバイトが出せなかったんですけど、今回はね、3月の中旬、大潮回り、完璧なタイミングで走ってこれたんじゃないかなと思います。それでは、琵琶湖編、スタートします。さすがに、さすがにさすがにじゃないのこれ。あ、いや今のは色が違ったな、なんか、うん、銀色。じゃあさっきのもやっぱり、ああ、今のは完全に食ったな。いや、しかし、いい街並みだな。癒しだよ。雨。雨か。わ、桜まだ、つぼみ硬いな。めぐるがもう咲いてんのにな。桜を見る仕事です。どこまで行くのこれ。ねえ、もうハラピーでいいよ。いや、ハラピーまだ遠いから。いや、だってこれでまた戻ってハラピー行くんでしょ。でも少しですよ。あ、そう。ここから行くから。これは遠いな。この先端とか。そうそう。いや、あれマルちゃん鳥いるよね。鳥カイツブリいますね。潜りましたね。気になる時はディーパー。おお。マイディーパーできますよ。マイディーパーで。ちょっとチェックだね。60センチ。あの島の横どんな？お、来た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 。あそこはね、船道になってるんですよね。
あの島寄りだったら船通れますみたいな。あ、ちなみに水温何度だ。水温12度。あ、全然刺してくる水温だね。うん、なんかちょっとチリチリしてるぐらいな。あ、でも、あ、いるわ。うん、なんか映るね。うん、あ、でもそこベタなんだね。うん、中層には映んないね。うわ、結構強烈な駆け上がりだね。そうなんですよ。え、あの位置で。そう、さっきこれ釣れるって言ったとこです。あー、この駆け上がりについてる魚狙ってるわけだ。そうなんですよ。もう いいんだけどね。いるね。これ魚ね、ベイトっぽいですもん ね。もうちょい左なの、ね、うんうんうん。あの7メートルフラットから一気にズゴゴゴっていう、そのブレイクの、まあ、斜めのとこについてるやつを狙ってる感じ。そうですね。うーん、まあでもなんか決まったところで反応するね。あ、やっぱ掛川狩りになんか、やっぱあそこ言ったと言っとこす、うん、ベイトフィッシュなのか本命なのか。あの、結構俺が想像してたより手前にブレイクあったな、まあ、このブレイクの落ちたそこのところを丹念に。そうですね、うん、丹念にちょっと右に。はよ、どうですの。いやいや気が始まった。出たもん。最近でもちょっとね、この Bluetooth をねこちょこちょするとね復活することがあるよ。あ、再生始めた。そうそうそう。あんた俺より使いこなしてるよ。これね、ちょっとこちょこちょするとね、 Wi-Fi 接続のはずなんだけど、 Wi-Fi なんだけど、なぜかあの Bluetooth を。どういうこと。あ、来たほら、本当だ、本当だ。これぜひ。何 Bluetooth こちょこちょ。これぜひともね、皆さんにやってもらいたいですね。俺もつい最近編み出した技なんですけど。あそこね、やっぱ真ん中だから背が高いっていうか。うん、そうそうそう。想像より一気に、あ、入れた時期、あ、でもエリアも浅かったな。ちょっと今真ん中に飛んでちょっと一回ちょっともうちょい右に投げる、ね、うん、はい、いや、だいぶ丸裸になってきましたね、ポイントが。落ち込んだディープの方のフラットには魚身は映んないね。で、ここの駆け上がりからまたなんか怪しげな、うん、なんだろう、この変な飴玉みたいな、ね。おい、今だよ、今が重要。もう大判が泣き出してるよ。もううっせえよっつって。そう、あれ絶対威嚇ですよね。なんか近くに嫌な仲間来るとあの声鳴きますよね。復活するでしょ。Bluetoothこちょこちょはちょっと活用させていただきます。これ素晴らしい技なんですよ。なんだよ、途切れたよって時に、そうそうそう、Bluetoothをさっと開いて、そう、こちょこちょしてあげればいいんだね。投げ直す手間が本当になくなって素晴らしい。今までね、そう、一回本体近寄せなきゃいけないのかなと思って。でしょう。で、投げ直しってのやってて、俺も。
どう傾向としてはね、やっぱでも何かでもそんなごそっといる感じじゃないですね、ベイトもね。まだね、春の走りといったとこだよね。いやでも夜の接岸具合見るとどっかに固まってそうな感じがするんですけどね。あでタイミングで一気にこの駆け上がり、そうそうそう、おこれ完璧した、これ魚だね、これ完璧魚ですね。しかもちょっと大きなタイプだな、うん、これは魚ですね、これは魚です。なるほど。あ、思ったより右寄りのライン面白い反応が出てる。こっちは今古流が当たってる側ですからね、うん、でも傾向としてそのブライクのこう落ち込んだ下のなんていうの、下の角っちょだね、うん、そうですね、いつも毎回映るのは、うん、じゃあ引き続き調査をしておきたいと思います。言い直せこのすいません、引き続き調査をしていきたいと思います。カレントは聞いてた方がいいんじゃないの？そんなに？ああ、なんか原さんもそんなこと言ってたな。ああ、やっぱちょっと気温上昇欲しかったね。なんかポカポカしてる方がなんかどんどん刺してくる刺してくるって印象はあるけど、ああよし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 よ
おいよし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 いたね。完璧でしょ。これかちょっと小ぶりだけど。あい。琵琶湖バス。やりましたね。かわいいなこの。プリプリ。プリプリの。プリプリですよ。カバースキャット先生。グリーンパンプキン、ブルーフレーク。ちょっとマルちゃんにディーパーで探してもらったところをもう必要に何回も通して。例の場所でした。走った走ったぐいぐい行った先生の言ってる通りよくあれで遅れましたね最初の結構ねみんなねあの
わぁもう行きたい行きたいみたいになってよ。いやいやいや、お、当たった当たった当たってる、走ってる走ってるよ、行くよ、いいよ、待って、よし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 、乗ってる、どうかな、乗ってると思う、よし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 、超気持ちよかった。しかも自分で作った竿で釣れてくれました。アワビスペシャル、あーシーバスはよく釣ってたんだけどね、バスなかなかねはまんなくて、やったー、いいっすね、まるちゃんありがとう。いやいやいや、もうこれは大先生のおかげですよ。いや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 、もう釣ってくれたぜ、ありがとう。イエス、あーほんと感動、綺麗ですね魚が。なんかめっちゃ柄いいね。ねえ、こんな形してんだ。ほっこのバス。本当嬉しいなこれ。なんか悪い例えば吉羽にいた体型の形。そうですね。吉羽体型なんだけど、天然で吉羽体型だから本当綺麗な感じ。そうそうそう。吉羽のちょいちょいなんかさ、行っちゃってたじゃん。いい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、行ってきました。琵琶湖はホッコということで、なんとかね初日1匹魚を釣ることができました。でね、忘れないうちにこうどんなタックルを使っていたのかね、説明しておきたいと思います。まずこのリールのところはですね、これジーニアスプロジェクトの、ゴライアスっていうリールですね。こっちを見るとこれほら8.1 対1っていうことで、ハイギアのモデル今回持って行ってみました。で、まあ上位機種のこうグラビアスっていうね、リールがあったりするんですけども、今回ね、このゴライアスを選んだっていうのが、このね、スプールがですね、ゴライアススプールって言って、従来のグラビアスのスプールより若干こう深溝なんですよね。だから今回これね、ラインがバリバスのアブソルートの20ポンドをね、用意していったんですけども、20ポンドラインがねおよそね80メーターぐらいね、しっかりこういう感じで入るっていうね、こういうスプールを、搭載しているのがゴライアスなもんで、まあ、ただね、スプールに互換性はあるので、そのゴライアススプールをグラビアスに入れてとか、そういう運用もできるんですが、まあ、ハイギアで、なんていうかな、そんなに、その、この見た目とかはね、変わるんですけど、中身はね、そんなにね、ゴライアスってもうグラビアスと変わらないんでね、ここら辺のラインメモリーってのがなくなっていたりとか、あとはこの、まあ、ボディの雰囲気がちょっとね、簡略化されたっていう感じの、まあ、量産モデルといった感じなんですけども、内臓のところは上位機種のグラビアスとほとんど変わらないので、自分はね、その糸巻き量によって、まあゴライアスであったりグラビアスであったりで、まあゴライアスのこのハンドルもね、若干ねちょっとゴライアスハンドルになっているので、若干長いのかな。まあ琵琶湖っていうことでパワーファイトも想定されるっていうことで、今回はですね、よくダム湖で使っているグラビアスではなくて、このゴライアスね、こちらのリールを選んでみました。で、これね、竿はね、動画の中でも言ってましたけども、これね、こう自分でね作ったね、琵琶湖用に作った竿なんですけどね、予想に反してですね、まあどちらかっていうとブラックバスっていうよりね、ほんとね
シーバス釣りでね、これ活躍していて、で、今回ね、ようやくね、この琵琶湖でね、もともと使いたかったシチュエーションで、ようやくね、魚をゲットすることができたということで、まあ、特に名前もないんですけども、アワビスペシャルって感じですかね。ここら辺もね、この飾り自分で作ったりして、でね、こう、螺鈿細工みたいにこのね、アワビをペタペタ貼ってコーティングして、でこんなの作ったんだよって友達とかね、知り合いに見せるとね、そんなの重くなるだけじゃんってね、なんでそんな、無駄なことするのって、こうアワビでね重くなっちゃうよねってね、すごいね、言われたりするんですけども、このアワビの輝きを見ることによって気持ちが高く上がっていき、そしてね、この繊細なバイトを取れるようになる。まあ、はい。そんな感じ。まあまあまあ、なんていうか。竿としてはですね、およそ 60g ぐらいまでのルアーを、快適に扱えるよっていう7フィートのブランクスなので、魚をかけたところのね、絵とかを見てもわかるんですけども、まあ、ほとんど曲がんないですね。もうね、ティップはね、気持ちよくね、スッて入るんですけども、バット部分がね、これバットのここでジョイントしているので、映像で見ててももうなんか、この、後ろのね、方ほとんどね、曲がってなかったですね。まあ、一応、3キロ以上ぐらいのブラックバスが来た時に、気持ちよく戦える仕様というふうに、言わしておいていただきます。あれ、これ思ったよりハイパワーな竿だな。うん、シーバスだとね、だいたい85センチ超えてこないとね、なかなか曲がんないっていうようなね、そんなガチムチの竿なんですけども、まあ、琵琶湖のバスと戦うにあたってはね、こういうちょっと強めの竿をスタンバイしておいた方がいいんじゃないかなということで、まあ、駆け上がりとかをね、最初ファイトでゴリ巻きしてね、かわすとかね、そういった要素があるので、ちょっと強めのパワーのものでね、一気にね、まあ、お腹パンパンのバスを引き寄せることができるっていうことで、まあ、今回はね、大活躍してくれたということで、先端までね、これね、贅沢にですね、このトルザイトガイドをですね、ふんだんに使っていて、で、まあ、リバースガイド仕様なんですよね。うん、このリバースガイドで、ちょっとね、口径の大きめのものを先端の方まで配置しているので、太めの糸でも、まあ、糸抜けがいいよっていう感じで、で、ビッグベイトとかにね、すごいぴったり、使える竿なんですけども、今回はね、高比重ノーシンカーの釣りでね、試してみたところ、感度もね、すごい良くてですね、透明のペンっていうね、当たりとかがね、すごい手元にね、金属的な感じにね、入ってくるので、ああ、これワーミングの釣りでもね、すごい使いやすいな、なんてね、手前味噌ですけども、気づいた兆候となりました。はい。で、ワームの方はですね、もう、まあ、SNS とかでね、あといろいろな情報で調べてね、これしかないだろうっていうことで、こういうものを用意していきました。まず、これルアーですね。デプスの大人気カバースキャットの 3.5 インチ。で、釣れた色はですね、グリーンパンプキンのブルーフレークというね、こんな感じのカラーで、定番でよく釣れる色ですよってね、これでよく釣ってる、友達なんかも教えてくれたので、まあ、いろいろ色は交換していったんですけども、後半はね、もうほとんどこのグリーンパンプキン、ブルーフレークね、これにこだわって投げたところを、糸がスル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 ってね、こうね、走ってくれたと、こういうことであります。なんか最近はですね、この 3.5 じゃなくて、2.5 インチとかね、4インチとか、そういったこのもう 3.5 インチが徐々に、なんだろう、魚に、見飽きられちゃってるんじゃないかなって噂があって、これ以外のサイズがね、効くよなんていう話もちらほら聞くようになってきたんですけども、自分はこのね、定番の 3.5 インチ、これでね、釣ってみたいなということで、琵琶湖の、まあ、ご当地の釣りですよね。これをノーシンカーでツージャークで、ちゃんちゃんってやるっていうね、
どうしてもこの釣り方で釣ってみたかったので、今回はね 3.5 インチを選んでみました。で、まあそれに合わせる針といえばこのワーム34ってね、このちょっとナローゲームで、で60番か50番がいいよっていうことなんですけども、自分は結構ねおかっぱりでちょっとでもねルアーを重くしたいなという観点から、あとフックポイントを後ろに持っていきたいなというところから60番ね、使っております。50番でもいいよっていうことなんですけども、たまたまそうですね、周りでこれ使って釣ってる人が60番使ってることが多いので、あ、じゃあ自分も60番ということでね、一応スタンバイとしてはこういつでもね変えられるように50番もスタンバイしてるんですけども、あ、おかっぱりでちょっとでもね飛距離を出すためにということで、あとは何ですかね、まあ、その日の、まあ、雰囲気なんですけど、今回は60番を多用したということでございます、ね、いやー琵琶湖のご当地の釣り体験できて本当嬉しかったなというところと、はい、ディーパーっていうことで、まあね、あ、これ、まあ、初見の場所でね釣りに行くときには本当ね改めて役に立ってくれたなということでご紹介させていただきます。投げれるね魚群探知機のディーパーなんですけども、初めてね今回あの北湖の沖島というエリアに行きまして、で、まあ、事前にね琵琶湖って調べると北湖はもう平均水深40メートルだよとかね、結構水がクリアだよとかね、いろいろな情報があったので、まあ初見の場所で水温とかね、あと駆け上がりの位置が、イメージできるっていうのは非常に武器になるなということで、ディーパー持って行ってね、で一緒に行ったあのまるちゃんがねこの同じディーパーを持っているので、前回ね琵琶湖に行った時に自分がこれ使っていて、それマジ便利ですねって言ってね帰って速攻ね、自分でもディーパー買ってくれたんですけども、ディーパー2台体制で今回行きまして、でまあ各新しくポイントに入るごとにはねこれ投げ込んでみて、で釣れたところに関してはですね、まあまあ有名なポイントではあるんだと思うんですけども、改めてねこれで魚探掛けしたところ7メートルから一気にね駆け上がって、もうねルアーがすごいね根がかるこう岩がゴチゴチあるようなね斜浪地帯にこう駆け上がっていくっていうね、そういう地形だったんですけども、まあ駆け上がりの位置がすごいね、目視してイメージしやすかったっていうところと、あとは今回たまたまね他のところではねあんまり映らなかったんですけど、その駆け上がり沿いに断続的にすごい魚影が映ったんですね。ベイトフィッシュかなーっていう反応も映れば、そのある程度の大きさの魚単体もね映し出してくれて、でまあ鯉なんかもねいたり、ニゴイなんかいたりするんで、まあバスかどうかっていうのはちょっとね半信半疑だったんですけども、あれこれいい感じの反応が映るなということで、まあ集中してね、ノーシンカーの釣りなんでこう気持ちが入ってないとなかなかね釣れないんですよね。ここにはいるぞっていうね、まあそういった気持ちを乗せて、釣ることができたなっていうのはこのディーパーによって、あ、そこまでドン深ではない7メーターのフラットからシャローに一気に上がる駆け上がりが射程距離にあるんだねっていうのはしっかり見ることができたんで、でそれによってね結構ルアーを操る集中力が一気に上がってバイトを出せることに至ったんじゃないかなということで、まあねちょっと初見の初めての野池とかね、まあ自分の場合この琵琶湖おかっぱりの時はぜひっていう感じなんですけども、こういった装備を持っていったおかげで、気持ちよくね釣りをすることができました。はい、ということでね、無事に魚を釣ることができました。いやー琵琶湖の魚マジかっこいいですねということで、実はね、デイ2っていうのもあるんですよね。2日目はですね、気温が上昇傾向でより大きな魚、より、ね、多くの魚がね反応してくれております、編集完了次第ねどんどんね釣り子 TV の方でアップしていきますので、そちらもご期待ください。というわけで、本日の釣り子 TV は春の琵琶湖でおかっぱりということで、北湖は沖島でね、いい魚が釣れたよってこういった動画でした。はい、また会おうぜ。